ぞ、新しいサバイバルクレート、ファローの新塗装。こいつに手を出したら最後、もう他の武器には戻れなくなる。でも、ネタが欲しい。再生回数も欲しい。財布には何円？野獣円。くっそ、野獣連しか回せねえ。くっそ、でも我慢するんだ。ここで我慢しないと。数日後。仕方ねえ。見せてやろうじゃねえか、俺の力。マッソ、来い来い、出てくれ出てくれ、やった。人生は冒険や、でもうんちは臭いということでね、カメです。はい、今回なんですけどもね、まぁ、ちょっといろいろ豆知識とかをちょっと紹介していこうかなと思います。まぁ、すべてね、もう皆さんの、役に立つであろうね、まぁ、紹介とか、そういう豆知識とかね、裏技とか紹介していきますので、ぜひぜひ最後までね、見ていって、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。それでは早速、いきましょうか。はい、それではですね、まず一つ目の、豆知識ですね。これね、結構使ってない人が多くて、でね、ここのね、一番最初、初期のね、ポイントの時に結構な人が、ここの階段から行ったりね、そう、ここの階段から上がっていったり、ここの建物のね、階段から上がっていったりするんですけど、一番ね、一番、ポイントの中にいて、やられてね、嫌な入り方っていうのは一番ここなんですよね。そう、ここなんですけど、結構ね、これ使ってない人が多いんですよね。そう、大体の人はね、大体の人は、こういうような感じでここ見てると思うんですよ。こことここ、こうやって見てると思うんですけど、ね、こっからも上がれます、実は。はい。こっからも上がれるんで、これね、打開っていうか、取り戻すときに絶対に使ってください。でね、特にね、クロスファイヤーはこういうポジションが多いです。はい。これね、二つ目の、ポジションなんですけども、まあね、今のポイントなんですけども、大体の人が、こうやって階段からね、こうやって階段から上がって、こうやって、こういうような感じでね、行ってるっていう感じだと思うんですけども、ここね、そう、ここの隣の部屋あるじゃないですか。隣の部屋から実は、そう、ここを渡って行けるんですよね。ここって実は乗れるんですよ。そう、ここって乗れて、で、ここからね、ポイントの中にこうやって入れるっていうこともできますんで、逆にね、ここからこうやって回避して、ここで、隠れておいて、敵がね、そう、油断して入ったところをこうやって、入って、で、またね、殺すとか、こういうこともできますんで、これは絶対に覚えておいてください。はい。特に、初期ですね。あそこの初期と、で、あと、ここの二つ目の、ポイントの時は、絶対にここをね、使うようにしましょう。本当に、知らない人が多すぎる。うん。で、打開するときは、大体ここの方がいいと思う。ここ、時と場合によるんですけど、大体はね、こうやって、こういうような感じで行って、ここのまずね、はしごを伝って登っていって、ここね、音は聞こえないんで、そう、ポイントの中から。で、こういう風な感じに行って、ここからね、打開していくと。そう、いう感じでもね、全然いいと思いますんで、これは、皆さんぜひぜひ使ってね、打開に役立って、開けてください。ちょっと日本語おかしかったね。続いてですね、レンジの、ちょっと強ポジっていうか、結構ね、知られてないところなんですけども、この前はですね、そう、ここの、屋根のところ、これはね、また他の動画で、紹介してるんで見てもらいたいんですけども、もう一つですね、そう、ここになんか棒があるんですよ。で、目印としてはですね、そう、ここに棒があって、で、もう一つ、そう、この木の横の棒っていう風な感じで、覚えてもらったらいいと思うんですけども、ここのね、岩にまず乗って、で、棒にも乗れるんですよね。棒に乗って、で、棒からこの岩に行きます。はい。こういうような感じ。で、ここ乗れるんですよね。乗れて、で、これ何が強いかっていうと、そう、普通にね、ここから、来る敵、SR の方が強いかな。どっちでもいいですけど、こういうような感じでね、ポジションか、そう、SR とかね、結構覗いたら強いし、で、あと、ここのね、そう、こっから来てる、もうギリギリのとこからね、来てる敵とか、普通に対処できますし、そう、こう結構強いです。結構強いっていうかね、どうなんかな、実践的には微妙なんですけど、こっちのポジもありますよね。そう、ここの、そう、屋根に乗れるポジションもあると思うんですけども、こういう感じですね。そう、こういう感じで、乗れるポジもあります。結構ね、このバナナね、そう、結構なんか、そう、上に乗れたり、こっちに乗れたり、左右にね、警戒しないところが、しないとね、いけないところが多いんですけども、そう、これはね、多分バレないよね。そう、あそこに多分人が立ってても、そう、ここをまず見ないと思うんで、だいたいこっちかこっち注目してると思うんで、ここに立ったらね、だいたいわかんないんでね。これはちょっと、グリッチになるのかな？でもさ、グリッチってさ、グラビティスパイクとか、そういう道具を使っていくところだと思うんですよ。そう、自分の中ではね。そう。グリッチっていうのは、そういうオペレータースキルとか、そういうね、グラビティスパイクとかを使って、使用していくところを自分の中では、不正っていうか、グリッチって呼んでて、で、なんていうかな、普通にね、普通に何も道具なくて、いけるところとかあるじゃないですか。そう。さっきね、紹介したところもそうなんですけども、普通に道具とか何も、別に誰でもいけるような感じじゃないですか。知識さえあればね、
知識と、あとルールさえ覚えればいけるとこだと思うんで、別にいいなっていうかな、その、これ難しいよね、ここの不正かグリッチかっていうライン。そう、別にグラビティスパイク持ってなかって、そう、誰でもいけるっていうところやったら、別にさ、もう誰でも平等に使えるっていうことなんですけど、やっぱりそういうグラビティスパイクとか、そう、使いながら、そう、使いながらやらないといけないところっていうのは、やっぱりグリッチとかね、そういう不正に、いける場所になるんじゃないかなと思います。これね、まあ、あくまで、カメさんの考えでね、皆さん、誰か、これがグリッチだとかね、これはグリッチではないっていう、ことがあれば、皆さんね、紹介して、紹介っていうか、まあ、コメント欄でね、教えてほしいかなと思います。でね、もう一つですね、そう、ここには、もう一つ、まあ、強ポジっていうか、そう、ここね、登れるんですよね。こう、ヤグラのとこ行って、で、ここからね、こういうな感じで、ここのポジに行けると。これはね、あんまり使わないかな。あんまり使うかどうかっつったら微妙で、今、ヤグラはね、そう、こう結構なんか、あんまり、そう、使わない人が結構増えて、なんでかっていうと、ここ登れなくなったんですよね。そう、こっから行けなくなったし、やっぱりね、今、ヤグラに行く人結構減っててね、そう、こっから、北手に行くと。ね、こっから北手に行く。これは、まあちょっとあんまり使わない、まあルートっていうか、そう。という風な感じかなと思います。結構ね、簡単にいけるんで、もし使うような場面があれば、使ってみてください。はい、それではですね、まあ、続いての豆知識なんですけども、これね、テイクオフ、懐かしのテイクオフなんですけども、まあ、シーズン1ね、やったこと、やってた人やったらわかると思うんですけども、そう、このマップを、これからね、自分、カメさんがね、ちょっと大会開こうかなと思ってるんですけど、その中の、マップにね、まあ、ちょっとテイクオフの、ハードポイントを入れようかなと思います。でね、結構ね、多分ね、ハードポイントのその、テイクオフっていうのは結構皆さんね、やったことないと思うんで、これね、まあ、ちょっとポジをちょっと紹介していこうかなと思います。これね、俺も実は知らないですよ。そう、実は俺も知らなくて、そう、多分ね、シーズン1の時にハードポイントなかったんで、そう、テイクオフが消えてからハードポイントが出たんで、そう、テイクオフが出てる時に、多分皆さんね、ハードポイントやったことないと思うんでね。これはね、カメさん多分、賞金2万円にするかな。はい。まあ、1人4000円ぐらいにしようかなと思いますので、まあ、その時にですね、まあ、ちょっと大会とか開く時に、まあ、皆さんぜひぜひね、これをしっかり、そう、学んでね、学んでっていうか、しっかり覚えてね、はい。まあ、やって、見てください。結構知らないよね。多分、やったことあるんかな、みんな。なんか大会とかで、まあ、出てたらあれやけど、ランクマッチではね、一回も、そう、テイクオフのハードポイントっていうのはね、ないんで、皆さん覚えてください。はい、続いてここですね。まあ、ここでも、どうやろう、ここ結構弱そうやね。そう、ここ結構ね、いろんなとこから侵入されますんで、このポイントはね、多分ね、まあ、やる人いると思うんですけども、ここのね、2階から侵入できますんで、そう、こういうような感じで侵入できるんですよ。なんで、ここからね、普通に行きますんで、シーズン1からでもどうなんかな、みんなね、そう、全員が全員多分シーズン1からやってるってわけじゃないし、シーズン3からね、始めてるっていう人もいると思うんで、多分ね、テイクオフの、そう、あんまりマップとかわかんないと思うんですけども、まあ、ちょっとね、そう、変わっていくことに紹介していこうかなと思います。まあ、ここのね、周りとか通れますんで、この周りとか通れるし、で、まあ、ここ2階がね、2階はかなり強いです。はい。で、まあ、ここから、登れたりしますんでね。ぜひぜひそこは覚えていって、もう、僕のね、動画を何回も見てね、ちょっと覚えてください。はい、続いてなんですけど、ここですね。ここはね、大してそんなになんか強ポみたいなところなくて、こっから行けたっけな、確かね、こっから、あ、行けんのか。あ、こっから行ける。こっから行けるんですよ。こっから2階のところから行けるんですよね。結構ね、このテイクオフ入り組んでるんで、これしっかりポジとか覚えていかないときですね。そう。まあ、しっかり、この時は、まあ、2回もね、警戒しないとダメですね。こっから入り込まれるんでね。そう。こっから、ここにこうやって入って、で、まあ、こっから撃たれたら終わりですけど、この登ってる間にね。そう、こっから、登れますんでね。しっかり皆さんも、こう警戒してね。僕の大会で、多分、ハードポイントを出すと思うんで、やってください。そうですね。ここはこれぐらいかな。あ、気をつけるとこといえば。そう、特になんか別にこっちはね、警戒するとこもないんで、こっから行けんよね。そう、オッケーオッケー。はい、でね、もうこれで終わりかな。そう。1,2,3,4 か。4つか4つ。で、ここね、案外少ないんですよね。そう、4つなんですよね。変更が。そう、1,2,3,4 ぐらいかな。そう、こっちとかね、多分使わないかな。あ、でも、こっちは脇ポジになるかな。そう、こっちもね、まあまあ、なんかその、ドミネーションではここが確か C やったかな。そう、だったと思うんですけども、そう、という感じにね。まあ、結構このマップ広いんですけど、なんか結構使われてない、場所とかあるんで、ハードポイントでね。ぜひぜひちょっとね、探索とかしてみてください。
はい、それではですね、続いてなんですけども、ここのフレンド招待ですね。フレンドの、そう、SNS とかで、もうすぐにね、すぐになんかランクマッチやりたいとか、入ってきてほしいっていう時は、このね、招待するとこから、LINE とかね、いろいろ、できますんで、これ Twitter にはなかったかな？確か Twitter はなかったと思うんですけど、そう、Twitter、あ、Twitter あるのか。そう、Twitter で、こういうな感じ、募集することもできます。はい。でね、ちょっと一回なんか LINE でやってみましょうか。そう、LINE で一回やってみるんですけども、これね、めっちゃすごくて、そう、一回 LINE で、これ、こんな感じで、まあ、ボットの LINE 君に、そう、転送しました。で、ここの転送した時に、そう、これでね、これ押すだけです。はい、押すだけ。押すだけで、実はこれ参加できるんですよね。こんな感じで押したら、スタート。これ押しただけで、ほら、もう入れるんで、そう。まあまあ、僕はね、まあ同じプレイヤーなんであれなんですけど、そう、もしこういうな感じで LINE で招待とか来たら、そう、こっからね、こっから、リンクに飛んでもらって、すぐさまね、できるっていうことができますんで、そう、ここ押してもらって、参加で。これすぐにね、できますね。これ Twitter でもできます。はい、Twitter でもできるんでね。皆さんぜひぜひね、もう早くしろとかね、たまにあると思うんですけど、そう、たまにね、なんかランクマッチ早くやろうぜみたいな、ね、感じになったりすると思うんで、これぜひぜひね、使ってみてください。はい、それではですね、最後なんですけども、これね、この前にも紹介したんですよ。わかります。はい、もうコメントでね、コメントで、それ、亀もう一、この前紹介したじゃねえかとか、別にそういうコメント受け付けないんで、はい。これなんで紹介するかっていうと、結構さ、知らない人が多かった。はい、ツイッターでも見たんですけど、そう、動画のコメント欄でも見たんですけど、このリネームカードのね、ここ、そう、これ CP と実はクレジット、どっちでも買えるんですよ。で、結構ね、なんかその、これ、リネームカードを買うときに、名前変更するときにも課金しないとダメなんかよ。マジで課金ゲーやなとかね。結構言う方いるんですけど、そこね、クレジットと CP で買えれますんでね。これ皆さんぜひぜひ覚えてください。まあ、この前の動画でも紹介したんですけども、結構多かったんでね。まだ知らない人、そう、新しくね、チャンネル登録したっていう人がいれば、ぜひぜひね、これ覚えてください。本当に。うん、これね、結構ね、CP なんかその、CP めっちゃ使ってんけど、俺めっちゃ課金してんけど、とかね、結構言う方いると思うんですけど、はい、もう僕の動画を見てね、ラッキーしてね、もうこれから、はい、もう課金することないと思いますんで、これね、全然ね、名前を変わるときにも、実はクレジットでもできるっていう。実は、COD モバイル、無課金に超優しいということでね、これぜひぜひ覚えて帰るのと、ぜひぜひね、友達にもね、教えてください。はい、その時にね、まあ、友達に、亀さんのチャンネル登録しておいた方がいいで、とかね、もう言ってもらえれば、俺は嬉しいです。はい。ということでね、こういう感じでした。はい。ということでね、まあ、結構、まあ、なんか、やりきった顔してるんですけども、やりきった顔してるんですけどもね、どうだったでしょうか。まあ、結構ね、まあ、知らないやつもあったし、結構、最後のね、リネームカードに関しては、まあ、結構知らない人、いたんじゃないでしょうか。でですね、まあ、これからね、自分、大会開こうかと思ってて、賞金をね、一人、4000円にしようかなと思ってます。はい。まあ、2万円ぐらいですね。しようと思ってるんですけども、まあ、そこでもね、テイクオフのハードポイント入れるつもりなんで、まあ、これからね、まあ、ツイートすると思います。はい。これからツイートすると思うんですけども、ぜひぜひね、ちょっとそのツイートを見て、皆さん、ぜひぜひ参加してみてください。これ別にガチ勢もね、そう、ガチ勢もエンジョイ勢も入れるっていうね、感じのちょっと、やつにしたいんでね、ぜひぜひ参加してみてください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。ぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。